老校にありは、中国史に題材を取る坂見健一の大河小説である。小説新潮2990年12月号より2002年5月号まで135回の長期連載、単行本は1992年11月に新潮社より第1巻を刊行、2002年9月に最終巻となる第13巻が刊行された。 坂見健一は1992年に本作第一巻樹の巻から及び僕を治むピュタゴラスの旅で没後50年中島厚式年賞を受賞。春秋諸国春秋時代の老舞台に孔子が剣なるかな、かや、一端の職、一票の因、老公にあり、と称賛した愛で死願会を主人公とし、史実に基づきながらも大胆な解釈で、 奇想天外な物語が展開する。物語は、抵抗10年に行われた、峡国の会と呼ばれる路と隣の多くに人との外交会議から始まる。それに先立ち、炉で、洋子が反乱を起こしたのと同じ頃、孔子の弟子となるためロの都局府にやってきた眼界牢工に住み、孔子が正解で多忙な時期にもかかわらず政治の喧騒を離れ学問に勤しむ眼界だが、 歴史の裏側では他の誰にもできない眼界の活躍があった。当時のロは君主抵抗に実質的な力はなく参観化により支配されていた。孔子は参観化の軍事力の基盤である工場、非常、正常を国の政策として取り壊そうとする。その後、抵抗12年もしくは抵抗13年に、 孔子一団が牢を離れ諸国放浪の旅に出るまで、春秋や四季などでは、簡潔な文章で述べられているに過ぎない、歴史的事実の裏側にある、人間模様を濃密に描いている。SF 小説の書評で著名な大森臨が2000年代の SF 作品から選んだ、0年代 SF100 に含まれている。また愛は、中国歴史小説の皮を被った、ファンタジーと表紙。 呪術の絡んだ、健忘術数が繰り広げられるありえざる、講子伝でありながら、一般的な講子伝説から外れていないのは、作者のアクロバティックな力技、と解説している。ハブュン作画によるコミック版が、バンチコミックスより、全3巻で出版されている。連載は、雑誌ではなくウェブバンチでのウェブ連載であった。にあり。 眼ン電機2009年9月 ISBN978 から41億771万5135老報にあり、眼ン電機2009年10月 ISBN978 から41億771万5142老報にあり、眼ン電機2009年10月 ISBN978 から41億771万5159、 新潮文庫、老公にあり、第13巻後書きより、没後50年、中島厚式年賞横浜市立図書館、横浜生まれの文学賞より、論語用なり、第6より、用なり、第6、論語、ウィキソース、0年代 SF100 からウェブ本の雑誌より、石戸愛、ファンタジーブックガイド国書館公開、2003年、215ページ、 ISBN 4から336から 04564X ありがとうございます。